メンタルエステスクール代表の斉藤幸男です。さあ今日4月4日月曜日のワンポイントメッセージです。はい、こちらです。今日の開運メッセージは出会いです。まあね、出会いで人の運も変わっていきます。今までの出会い、いろんな出会いがあったからこそ今のあなたがいるんです。まあね、いいことばっかりじゃなくて、傷つけられたこと、傷ついたこと、いろんな感情を持ったこと、それも全て今のあなたのスパイスになってます。人との出会い大事にしていきましょうね。今日のワンポイントメッセージは出会いでした。それではまた。